こんばんばは、えー、本日は、早稲田大学の国際教育学部の、えー、僕が受けた2018年度の英語の冊子を使って、えー、実際、どのような、えー、回答をすれば合格するのか、どのような回答というか、まあ、それはその時によるんですけど、僕が一際どのようなパーセンテージ、どのような戦略を使って合格したのかを、えーえー、教えていただいけたらいいなと思います。 でこの時期にこの動画を撮る理由としてはもっとなんかこう受験の後期終わりの方受験期の終わりの方にやった方が実践的でいいんじゃないかっていう声もあると思うんですけど、まあ、この、えー、回答例を見せて実際どこくらいまで,いのでどこのレベルまで行けばいいのか、えー、そういうゴールを知ることで、えー、そのゴールを迎えるまでの道筋が、えー、はっきりしてくるんじゃないかそういう思いで、えー、この動画を撮ろうと思いました。 えー、それでは早速、えー、回答の戦略回答の例、えー、見せていこうと思います、えー、そこで僕の、えー、回答戦略で一番、えー、注目す,すべき点、えー、それはこの大問4番だと思います大問4番は日本語でこの英文を要約するとそういう問題なんですけど僕はここを手をつけてませんそれは僕は時間が足りなくて ここを、えー、やるここことををめた。ここを削って他のところを頑張って、えー、この文をカバーしようとそういう気持ちでやりましたそこがまず1点で2点目これは A 作文の問題なんですけど A 作文は、えー、回答の用紙に、まあ、1 5ンチで15行くらいある、えー、欄が設けられてるんですよだから多分あの結構書けみたいな感じの問題なんですよ でも僕はその時間的にあの15行だったら、まあ、8割だったらあの12行くらい多分そのくらいみんな書くんじゃないかなと思うんですけど僕は4行しか書いてません4行でえ結論4行で結論を書いてそこで終わりですでなぜかというと、まあ、時間がないからで A 作文っていうのは、まあ、予備校でよく言われるのは減点方式っていうのが言われてましただから えー、スペルミス、えー、文法的な問題、えー、そういうのがあればあるほど減、まあ、点されていくと。だから簡単な英文で、えー、書いていく。それは、えー、重要視されます。で、それは、まあそうなんですけど、僕はそれでも12行とか書いたら絶対に、えーまあ、時間も足りないし、あのー、スペルミスも絶対出てきてしまうと。そういう考えに至った結果、あの4行でじゃあ、主張書いてすっきり終わらせて、 スペルミスも多分4行くらいたらな,いなくて終われるんでそれはいいんじゃないかなと思ってでも4行で終わらせても点が入るのかっていうのはなんか不安になったので一回予備校の先生聞きましたでそしたら予備校の先生はあのそれはやめた方がやめた方がっていうか点数が入らないんじゃないかって言っててまあでも僕はそれで書いて受かったんで多分点数入ってます <laughs>、うん、でも分かんないんですよあの 点数の配点って予備校の先生も誰も分かんなくてどういう基準で点数を決めるのかも分かんないんであのー、そこはまあ早稲田大工さんしか知らないわけですよだからまあ少しでも点数稼ぐとしたら僕はだから4行書いて終わりでそれで受かったんでそれを教えることによってみんながそれでもいいんだ,だ頑張る仕様になる頑張る仕様になればいいかなと思って教えましたでまあ僕はここの大門4番やらない でこの 5, 5番 A 作文のところを、えー、4行しか書かない、えー、そういう戦略を選んだんですけど戦略を選んだというかあの過去問演習期に入って、あのー、自分の実力ではそうするしかそうすることが一番点数が高くなる可能性と思ってがあると思って選んだ結果はこの戦略だったんですけど今の時期この時期においてはまず全部を解き切る。 もうとんんででもなく量が多いんですよ全部を解ききる。僕書き込む人なんですごく汚いんですけどすいません。全部を解き切るそういう気持ちでいるけど過去問演習期に入った時こういう戦略もあるんだよそういうことを知ってもらってい,いてほしいです。その時になったら、えー、過去問演習するような時期になったらもう一回ちゃんとした動画ちゃんとした動画っていうか解答をどういう手順でやっていくのがベストなのかそういう 動画も出していこうと思うんですけど国際教育学部を目指していく人たちの中ではこの全部を解き切るっていうこのこれは難しいですよね。うん、僕も今思っても、うん、これは、うん、無理だなと思います。うん、なので多分最初にこんな無謀なことを目指してしまうと気持ちも切れてしまうと思ったのでそれで僕が、えー、こういう洗礼をとっても合格できる。 とということを知ってもらうことによってそまずじゃあもっと俺も頑張ってみようかな私も頑張ってみようかなえそういうことを、えー、思えるような、えー、動画ができるんじゃないかと思って、えー、作りましたでまあさいこの解き方詳しい解き方、えー、パラグラフ問題とかなんか間違っての選べ問題こういうね難しい問題が難しいといかや,ややこしいんですよやり方がすごくめんどくさいんですよやればわかるんですけど これね合ってるの選べとか5個合ってるの選べとかでそういうやり方はまたおいおい,いこれで一つでまとめてしまうと動画がすごく長,長くなってしまうし今やっていく問題今やっていくべき、えー、ことでもないと思ったのでそれはまた別の動画にしますでも軽くパーセンテージを、えー、パーセンテージというかどんくらい僕が正解したのか正解といっても答えというのは赤本とかでもあれって <laughs> アコフォンの会社が答えと思ったやつで、早稲田が答えと思ったやつかわかんないんです。だから、神のみ噌知るんですよ。早稲田のみしか、本当の答え知ら,、ね、知らないんですけど、えそういう、えーアコ、アコフォンじゃないか。これは、当真のやつで丸付けしました。当真さんが回答だと思ってる、えー、例で、どんくらいあったのかえ、そういうのを示していきたいと思います。えこの、えー、大問1のパラグラフ問題は、えー 9パラグラフなんですけどその9分の9合ってました <laughs> で僕この大問1は40分くらいはけますあの問題全部解くのででこの5個間違ってるのを選べっていうのは、えー、5分の4合ってましたでこれはなんかまあこれ何どういう意味だって意味問題なんですけど、えー、9分の4個合ってましたでこの最後のタイトルつけるならっていうのは間違ってますでそれを全部1点として入って 全部の配点を1として考えた場合24点分の17点。でも配点も分かんないしどういう問題どの問題が何点だか分かんないんでパー,センテージパーセンテージでしか表せないんですけど僕は大問1は24分の17合ってました。で大問2これは僕30分から35分くらい書きます。35分だな多分。はこれも配点は分かんないんですけどこれが括弧1。あの,この解き方とかこれ結構こういうのもあるんですけど。 そういうのはさておき10分のこれ10分の8かな10分の8個合ってました、うん、でこの5個合ってないラベ問題も、まあ、5分の3個でこっちカ 3, 3番が、えー、これは東進、えー、さんの答えとなんかどっかのサイトの答えがバラバラだったんですよ8番が僕の答えが合ってるところもあったし D が答えのところもあったで分かんないんですけど東進さんの参考に9分の6で合計が、えー 24分の17こっちも、うん、こっちも24分の17配点わかんないですけど24分の17合ってましたでこの会話分会話分問題は、えー、6分あ9分の6個9分の6個あっててでこれはやってないでこれは15行分の4行しか書いてないけどでどういう配点であったかは分かりませんでもわかんない <laughs> であの他の、えー、全部があの こういう選択問題やったらまあ、大体がパーセンテージ通りのなんか配点になるだろうなっていうのは予想できるんですけど国際教学部はこうなんか問題書く問題があるんで本当どういう配点なのか全く分かんないんですよだからまあパーセンテージで表したところであんまりなんか指標にならない気がしますでも僕はこんくらい取れてたっていうのを、えー、知ってもらえばなん,か、まあ、なんか参考にはなるじゃないですかで そうですね、さっき軽く言った、軽く言うと、大門1が40分くらいです。で、大門2が35分くらい。で、ここで75分使います。75分から8、そう、75分くらいですね。で、ここを10分から7分くらい。で、ここを7分7分くらいってい考えてました。えー、会話文を7分。だから大門3ですね。で、この大門5の英作文を7分。で、89分。まだから90分。そういう。 時間的な、えーまあ、戦略はそういういうに立ちましかし、うん、英語以外にも世界史とか国語のパーセンテージも示すことによって、まあ、なんか参考にできればなと思ったんですけどちょっと英語でもう長くなってしまうんで世界史と英語のパーセンテージは大体世界史が91%で、えー、国語が60%そのくらいの正答率です。 でも,あれ,も選択あれは選択肢なんで大体その通りの点数になるんじゃないかと思うんですけど僕の正答率はそんくらいでしたまあ実際のところはわかりませんがそこで世界史と国はあれかあの得点調整とか入るんでまあそこはわかんない本当の素点はそんくらいであの得点調整後のそなんか点数はわかんないんですけど多分そんくらいだと思います で、まず、えーまあ、今日の動画ここで終わりたいと思います。で、この、まあ、僕の特徴的な戦略として選んだ、この、大門4と、大門4やらない。で、大門5は、まあ、主張を書いて終わる。4行で終わる。これが僕の中での、えー、多分特徴的なさ、えー、戦略やったと思います。で今でも、まあ、今の時期では、まずは全部解きろ。そういう、えー、意気込みで頑張ってください。で、 頑張った結果、えー、1月くらい1月2月になった時にあちょっと俺解ききれないかもしれないと思った時にこういうね戦略もあるってことを思い出してまたその時になったらちゃんとし、えー、詳しい動画も出したいと思いますが <laughs> まず今の時点でこういうゴールを知っていったことによってこれから向かう先の、えー、指標になればと思って作りました同じようなことを繰り返してるだけですけど、まあ、これから、えー、まあ頑張って 僕のレベルを超えればそれは確実に受かりますから、えー、それを目指して頑張っていきましょう。えー、本日はここまでご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。